はいどうも、アニマルアグリアンテナシアンです。今回はまだ企画に入る前に、今回の動画から少しだけ変わる部分があります。それはですね、まだ変わってないんですけど、僕の口調がですますの敬語口調からもう友達みたいなタメ語口調に変わります。っていうのもね、変える理由としては3点あってね、まず僕が出身地が関西の方なんで、敬語じゃなくてタメ口の方が瞬発力があるんで、パッパッパって返せるかなとか、パッパッパって喋りやすいかなっていうのはありますし、それに2つ目は僕自身その敬語で喋るっていうのが慣れてないというか、自分が出せないですね。敬語で喋るとやっぱり遠慮しちゃうっていう体質なんで、なので敬語をやめるっていうのと、で3つ目がこれは動画1個目でも話したんですが、そのこの動画はですね、初心者なんで解説動画ではないということで、自分が解説動画じゃないのに偉そうにですますっていう動画よりかは、生き物大好きな友達の家に遊びに来たって感覚で見てくれたら嬉しいです。ということで、ここからシフトチェンジということで、今回やるのは生き物は出すんやけど、その僕の趣味でも、趣味というか俺が好きなそのこちらですね、野球と動物、こちらを掛け合わせていきたいと思います。でですね、この動画は2日に投稿してると思うんですけど、明日からね、野球では日本一を決める日本シリーズというのが始まりますね。読売巨人軍対ソフトバンクホークスの日本一の戦い、こちらはですね、我らの生き物の中で一番ねやってくれるピーちゃん、ハリネズミのピーちゃんに、この野球をどちらが優勝するか予想してもらうねんけど、ルールとしてはここの地内にセッティングしてから喋るんで、とりあえずセッティングいたします。ということで、セッティング完了。これだけじゃルールわからないと思うんだけど、そのチームカラーとチームのロゴが入ったフェルトの上に餌箱を置いてる状況で、ここにピーちゃんの好きなご飯、好きなご飯っていうか普通にご飯を一粒ずつ入れていって、それをピーちゃんに一回どっちも匂わします。どっちにも餌があるよっていうのを理解した上で、お互い平等なこの真ん中ぐらいから、真ん中ら辺からどちらを食べに行くか、先に食べに行った方を一勝勝ちとします。でこれは日本シリーズなんて先に4勝した方が日本一ということで、もうその1試合目2試合目の勝敗すら予想していくという、もうすごく極めて難しいものですね。片方ソフトバンクの方行った後にすぐに引き剥がすんじゃなくて、ジャイアンツの方もその食べてもらって、そのどっちも食べた状態でもう一回やり直しというか2試合目って形にします。それは理由としては、ジャイアンツの方を食べて、それで引き剥がして、じゃあソフトバンクの方は食べれんのかっていう学習能力とかついちゃったら、もうそれはジャイアンツ有利になっちゃうんで、そこはもう平等にどっちも食べれるよっていう認識の中でやっていこうと思います。それじゃあね、ピーちゃんの方入れていきたいと思います。その前にこちらのピーちゃんのご飯の方一粒ずつ入れていきます。あかん、絶対デスマス口調になる。はい、こちら今回予想するピーちゃんです。責任重大ですよ。ジャイアンツファン、ソフトバンクファン、どっちかから叩かれる可能性もありますからね、この子は。その時は必死に守りますけど、僕は自身ひいき球団は今回毎年最下位の P のリーグの方の球団なんで、僕はあんまりこの2試合というか日本シリーズどっちが勝ってほしいとかはないですけど、なのでひいきとかは完全にないんで、本当にこの子の予想次第です。ということでやっていきます。まずね、匂い嗅がせます。はい、こっちにある。それではど真ん中に置いて、よーいと。なかなかいかん。お、お、まさか1試合目ピーちゃんが予想したのはジャイアンツでしたね。1試合目ジャイアンツ。おお、初戦はジャイアンツ取るということでいいですかね。では2試合目の
やっていきたいと思います。どっちも入れてね。ちょっと今までのなしでいきますかね。置いたところが今の悪かったんで。ピちゃん、ピちゃんこっち。ということでちょっと、まあ一回だけ行ったジャイアンツの方が優勝ということで、ちょっと趣旨は変わりますか。ジャイアンツの方が優勝ということで。いいっすかね。ピーちゃんはジャイアンツの方ばっか言ってたんで、まあこれはソフトバンクファンの人とかいたら申し訳ないですけど、うちのピーちゃんの選んだ方なんでジャイアンツが優勝すると言いますね。まあ僕の予想とは真反対でしたね。僕は結構ソフトバンクの方がまだ現役選手が多いかなと思ってるたんで、まあそんな雑談はともあれ。はあ疲れた。じゃあ今回この動画はこれぐらいにしたいと思います。ちょっと顔と動きがないから手で動こう。そう、じゃあこの動画がいいなと思ったら、ここら辺かな、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。それじゃあバイバイ。